あ、どうも。あ、どうも。どうも。皆さんどうもこんにちは。どうも、ただいま、ですね、こう日記中絶対作らせない大阪コールドライブが始まりました。ちょっと今日遅れました。なんかこれこんな感じ、花壇になんか木々が植えられて、今日から今日はこうなったんです。あ、こんにちは、どうも。ちょっと待って、ちょっといろいろ話して。あ、こんにちは、どうも。あ、どうも、ありがとうございます。今夜お茶どうもありがとうございます。バナーにシナジーと書くのはいかがなものかと思います。あ、これですね、かなっていうか、これですよね。お茶どうもありがとうございます。始まったところですね。はいですね。どうかとは思います。この前あ、どうも、電話でご不明もあると思います。この前ウェブサイトを見てたら、インターネットを見てたら、インターネットを見てたっすね。悪意はなぜ、インターネットはなぜ悪意に満ち溢れているのかっていう記事があったんですけど、ここによると、なぜインターネットは悪意に満ち溢れているかという記事が あったんですけど、なぜかっていうと、いろいろ書いてあったんですけど、悪意っていうのは伝播しやすいっていうんですよね。つまり善意っていうのは ああよかったねで終わるじゃない、すぐ終わるけど、悪意っていうのは反感を持つ人によっても、その悪意を反感を持つ人によっても伝播していくっていう性質があるんで、悪意を弾劾してるつもりは悪意を拡散してるっていうことはあると思いますよね。そうですよね。そうっす。だから、機動隊員の発言をそのまま変えてしまう、を弾劾するつもりでも、その弾劾自体を拡散しているっていうことになりかねないです。あ、どうもお疲れ様です。
すいません、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 ちょっと、今はあの、配信をご覧になっている方にも言われたんですけど、これなんですけど、はい、これは一応あの、大沢家の発言を弾劾しているという意味で書いてるんですけど、うん、これだけ見ると、人によっては、これをこの大沢コードが書いているように見えるのではないかという指摘があったんです。はいはい、うん、ちょっと説明不足、説明が不足なのではないかという、いくつか並べてる中で、うん、あの作ったんやろけどな。そうなんですよね、あのちょっと分かりにくいですかね、うん、という気はするんです。僕もそう思います、ね、誤解を招く、招くますよね、うん、ということで、なんかあのこの風船、あ、こんにちは、どうも。風船がなんかこの青いやつだけになっちゃったんですよ、最近。なんかあのこの子供たち、小さい子が通ると風船あげてるんですけど、それとあの色のついた風船の方が好きだみたいで、みんなだから青い風船っていうのに最後に残ってますからですね。青い風船ばっかりだった。あそこにちょっとだけあのオレンジ色とか紫色があるんですけど、今日は結構ぬくいっす、今、10、でも12度か、でも寒いな。家の近くではなんか19度とか書いてたんですけど、あー寒い。そういうことで、はいはい、いや、それ飛びましたよ、風で風で飛んじゃいました、すごい。あ、これでちょっとセルテープで、ね、養生テープで貼るとかですね。ちょっと分かりにくいですよね。ご指摘ありがとうございます。はあ、これでもちょっと分かりにくいかなと思うんですけど、この自体が、これが結局インパクトが高いからですね。これでセットにしたらまあまあ分かるかもしれないなとは思いますね。ちょっと僕から見てもちょっとあれですね、ちょっとなんか大阪府警の差別暴言許さない。これは小さい字読まないんですよ、みんな歩いてるわけじゃないですか、うん、あんな小さい字は読まないですかね、ということはあるとは思います。はい、どうもありがとうございました。というわけで、ご指摘ありがとうございましたということだったんです。これは中に、あ、なんか荷物ですね。荷物でこれで風で飛ばないようにしてるんですよ。確かにそうですね。なんか、ここなんか草みたいなのが、草ですね。あ、これだから新しい、これ石、あ、これ白の肥料ですね。石かと思ったら肥料のようです。青い色ってなんかもう一つなんかな、やっぱり寒くなってきたし。というわけで今、あっちの方でもなんかバンドやってますね、あのパフォーマンス、反対、道路の反対側。今日はちょっと昼寝してたらちょっと寝ちゃいまして、あの、あ、ハスキー、あ、どうもお疲れ様です。白状するの、あ、複雑骨折だいぶ良くなってきたの。手、ギブス大丈夫ですか？ギブス大丈夫？手の痛い、あ、あんまりもうやっぱりギブスはしとった方がいいかもしれない。あ、どうも、どうも、こっちはどうも。このようになんか緑な感じになってきたんですけど、だいぶなんか見た感じが良くなりましたね。もうあと1年ぐらいしてボワッサーになると思うんですけど、
どうでしょう。あそこなんかあの、あそこなんかあのあれですよね。証明していただいております。どうもありがとうございます。ここもだいぶ広くなってきたんですね。青いのやだけになっちゃった。あなたにおすすめの情報として提示した、情報で、中学、僕は中学生ぐらいの頃から知ってる、ある、マニアでいう、有名な、人はライターというかの、ブログを見たらが掲載されてたか見たら、で過去ログを見てたら、ブログ記事の過去ログを見てたら、なんだっけ、松井知事頑張れとか小田原で胸くそ悪いっていうことはこの前あったんですね。何を言わんとしてるか、例えばゲームで言った高橋名人みたいな人なんですよ。ある種高橋名人みたいなやつなんです。安呼ばわり。まあ毎回そういうやつやと思ってたんですけどね。まざまざと見せつけられて、こんなクソレアーってふざけるんじゃないだろうって思ったんです。っていうことがあった。あ、どうもお疲れ様です。あ、そうそうそうですね、これそうですね、中国の人がこれを見たらちょっとギョッとするのではないか、なんと思うかっていうのはそりゃそうですよね。やっぱりそうですね。ちょっと
これも言うとかなあかん。あの、どこ行った、どこ行った。まあ青い風船しか残らなくなるし、やっぱ青い風船ってなんか人気ないんかな。ピンクとか、あの、ピンクとか明るい色のやつが好きなんですよね、多分。まあ、この青い色もいいんじゃないかなとは思いますよね。おびまあ、そうですね。夏だったら青い人気が、青い風船が人気、赤い風船ってなんか旅行会社があったような気がするけど。あとは、あ、どうもお疲れ様です。天候が良くてよろしいね。そうですね、だからあれですよね。あ、どうもありがとうございます。いやいや、あの、頑張ってって言われてありがとうございます。どうもありがとうございます。どうも。あ、道行く方々から1000円をいただいたんですね。届き物ばっかりフューチャーリーグスローでなくて、ちょっとご支援をいただく方とかもフューチャーリーグした方が、方法をフューチャーリーグした方がいいのかなとか思ってました。大阪コードとか神戸コードとか京都コードとかイチャモンつけてくるクソったるがまたいた。クズ野郎はまあ言ったんですけど、まあ。よりもういますけど、それ以上に声援をいただくことも多いので、さっき言ったように悪意を弾劾するつもりの悪意を拡大し、なんていうか拡散してるって、あれはありますよね。あ、そうそう、どうも。あ、達筆ですね、あ、絵も描いてあるですね、はい。あとあれですよね、あのシナジンと呼ぶ字を中国の人が見たらギョッとするのではないかという説聞きもあったんです、はい。
歯と歯の間になんか。夏だったら青い風船が、うん、でも青ばっかり残っちゃったんですね。でも本当ほとんど青、あっちの方はちょっとだけ色目がついてるやつ、色目っていうかあの緑青、薄い青なんですよね。いただいております。すみません、あのなんか今日あのさっき起きたとこなんですけど座ってます。お疲れ様です。どうも。寒いくらいですか？いやいやいや、関東だからなんかあの今日はまあぬくいかなとは思うんですけど、あ、ちょっとありがとうございます。あ、どうぞ、ありがとうございます。どうも。あと今日は、今日のお昼ご飯は、おにぎりとカップのあのカレーうどんと、あと何だっけな、あの芋、さつまいものだったっすね。なんか炭水化物ばっかりやな。なんかすごいお腹にたま、なんかかなりいい感じでちょっと増量中です。あ、ちょっと今日はちょっと やっちゃってしまいました。 なんかあとあれですよね、昨日ですね、臨時福祉給付金っていうのの臨時福祉給付金っていうのの、なんだっけな、障害年金や遺族年金を受給している人用の、臨時福祉給付金ですよね、の配布条件に僕の母が入っているのではないかと思ったから、一応市の方のサイトにアクセスしたら、なんかむっちゃ変なこと書いてたんで、アベノミクスの成果とかよくわからんこと書いてたんでの、均等に金転化の観点、金転の観点から、何だったか、国の総意、国のなんとか、何だ、国の総意としての、一億総活躍の実現に向けたあのアベノミクスのようわからんとかなんとかかんとかようわからんこと書いてたんです。何を言わんとしても全くわからない文章が書いてたんですけど、まあ、アベノミクス万歳ってことなんかなと思った。死によってなんか文言が違うんですけど、僕が住んでる市だけなんかそんなこと書いてたんですね。あのアベノミクスの、なんとかかんとかとか書いてアベノミクスの恩恵を皆様、恩賜を受けたまわれみたいなことが言ってたんで、なんかおかしいなと思ったんですよね。でとりあえず市の方の電話に電話したらすごく親切だったんですけど、ほんなら、めでたく、
受給対象者ではないということが判明したでございますね。前になんか3万円のなんか福祉給付金を、高齢者向け福祉給付金を持ってたもらってたらダメですということらしいです。あとなんだっけな、生活保護を受給してる人もダメとか、中国残留孤児だった人もダメとかあるんですね。なんかおかしいな、おかしいですね。なんかようわからんことになってる。アベノミクスの成果ってあった。あ、カレーうどんって結構食いますよね。お腹なんか言ってます、やってます、あ、踊ってます、踊ってます、いやちょっと画像で見れないと思うんですけど、ここの道路の反対側でパフォーマンスの人が踊ると、前にいるファンの人も一緒に踊ってるんですね。これはだから植えたばっかりだから柔らかいんじゃないですか。芋とかそうじゃなくて、さつまいも食べるもんじゃないです。この白いのは多分あれなんですよ、肥料みたいですね、窒素とか。すごい野菜っぽいね。野菜っぽい、食べるものは美味しいですからね。でもみんな取っちゃうかもですね。我先我先って言うんですよ。御堂筋の御堂筋のあれみたいなもんで、銀杏みたいなもんで、御堂筋で銀杏落とすときは大阪市の市の何ですか、木っていうのがイチョウなんですけど。イチョウって銀杏がなるじゃないですか。ほんなら銀杏の実を落とすときはなったら、もう我先我先みんな争奪戦になるんですよね。で銀杏をゲットみたいな。どうしても、でも銀杏の実って臭いからですね。臭いって言ったらあれですか。臭い、なんか匂いがあるから。あ、まだ色の、オレンジの数千がもらわれてたんですね。なぜか大阪府警の警察官が通りかかってるんで、チラシを配布しようとしてるんですね。無視されたんです。よし、大阪府警の警察官が取り掛かったんで、チラシを渡そうとしたら受け取りやがらないというですね。
あの大沢家の集計館はどっか行けるかな、どっか行ると思うんですけどね。今日ちょっと鼻がちょっと調子悪いな、だから気入れてるからかな。あなた何ですか、はい、あなた何ですか。あ、久しぶりです。僕以前震災瓦礫広域処理問題でお会いした。はあ、いやこれ撮ってるんですよ。ほんだら撮ってんと撮るなって言ったんですか。まあそれは何の意図があるんですか。まあいつもの通り趣味です、個人的に。はあ、そんな勝手に撮るなってこの方がかけてきたんです。なんか意図がわからないでしょう、だからっていうことなんじゃないですか。まあそうですよね。まあそういうことなんだ。どう思います、それ。え、それはどうなんですかね、たぬきさん。まあだから
勝手に取るなって言ったら、まあすみませんでしたということでいいんじゃないですか。でも僕は取るのは自由じゃないですか。たぬきさんも言うとしたら勝手に取ってらっしゃるわけじゃないですか。立場的に。いや、立場的に言ってこれは勝手に取ってるわけじゃないですよ。ちゃんと言うてます。信頼関係があるかどうかですよね。僕は信頼関係がないわけじゃないですか。うん、ないですね。でも僕は取るのは自由じゃないですか。そこに関して取るなって言われるのはどうなんですかね。いや、取るなってそれは言うと思いますよ。じゃあ取り、でも僕は勝手に取りますって言われます。いやいや、勝手に取ったらダメですよ。え、なんでですか。いやいやいや、いや、勝手に取ったらダメと思いますよ。もうそれ一応え、でもこれも言うてしまえば許可持ってやってるわけじゃないじゃないですか。はあ、はあははあ、ですよね。言うてれば勝手にやってるから、あえて駅の警備員とか駅員さんが怒られてるわけじゃないですか。まあそう言うてもね、まあまあ一応はやめてくれって言われてるんやから、やめてったらいいじゃないかなと思いますよ、はい、まあ、そういうことでございます。なんかコメント来ました、この件に関して。まあ一応あれですよね、まあ、まあ取る前には一応確認はした方がいいんじゃないですか。うん、そうです。一応確認はした方がいいんじゃないですか。わけのわからない理屈ばかりこねてるなって言ってます。僕もそう思う。わけのわからない理屈なんですか。うん、だから取るなって言ったら取るなって話じゃないですか。一応だから言いやる前に言うたらいいじゃないかって話じゃないですか。今取っていいですか。いいですか、これから。これから撮っていいですか。あ、何のため。個人的な趣味のため、趣味のため。いいですか。みんな気分悪くしてるから。まあそうですね、すでに、ね、さっきみたいに私が振られてるでしょというふうに思ったりしてる人も出てきてるから、これ以上やらせてほしいな。それはあります。今日は一回そうですね、申し訳ないけど。そう改めてですね、取材とか、あの撮影とかしたいときは改めて始める前に声かけて、まあそうです、一応お声かけていただいたりやりたいんですけどって声かけてくれたら、はいはいはい、いやこういうふうには取らんといてねとか、いろんなことを話し合いしながらやっていけるとか、ちょっとこれしていただいてはいいんですか、というわけで、と私は、はい、以上。ようわからんして終わり。それは一応あれですよ、基本ですよ、集会とかでちょっと撮影させていただけないでしょうかっていうふうに言うのは、これ基本ですよね。一応配信の方は、配信とか撮影の方ですね、私、ですね、例えばですよ、よく言うのは、まあ、名刺まであれですけど、なしかその私、普段このようにこのような感じでやらせていただいてるんですけど、まあ、もしよろしかったらこちらで撮影とかさせていただいてよろしいでしょうかとか、そういうふうには言うと思いますよね。え、知り合いじゃない、まあ知り合いといえば知り合い、いやどっかで覚えたことがあるけど。そうなだから一瞬そうかなと思ったけど、うん、いや、いい対応でした。まあ、いろいろあるんですね。
ようわからん人、なんか震災瓦礫の頃からやってましたって言ったら、あ、どうもって。あ、すいません、どうも、たくみさん、思わずコメントを読ませていただきしまえて、すいませんでした。わけのわからない靴をこねるなって言ってしまったんですよ。いや、許可っていうか、まあ、だから一応お断りさせていただくっていうことはありますよね。一応そうです、デモとか集会とかの、特に集会とかそうですけど、まず私は関西電力本店前とかで毎週金曜日のように行われてストップ原子力関連放映行動とかの、撮影と、ネット中継とかさせて、撮影とかさしてるものなんですけど、ネット中継とかさせていただけないでしょうかと言うんですよ。ちょっと頼むっていうか、言うんですよ。申し入れるんですね。まず主催者の方に。あとはだからこうやってあんまりだから後ろから撮影するっていうのが基本ですよね。こうやってこうだ、あと僕の動画とかこうやってなんかよくお腹ばかり映すって言われますけど、こういう感じでお尻ばかり映すとかお腹ばかり映すとか言われる。あと解像度もわざと落としてるんですけど、実は解像度落とすのはこのデータ軽くするっていうのもあると思うんですけど、あ、どうもどうも。一応あれなんですね、どうしてもちょっと申し訳ないです、映り込んでまう場合もあるんで申し訳ないんですけど、あと後ろ姿でも知ってる人は分かっちゃうっていうのもありますよね。なんとかさんだみたいな感じで、いや、言われた本人が後で気づくっていうね。あ、そういえばそうですね、この人みたいな。さっきの人はあれですね、もともと嫌がらせやってるわけじゃないと思うんですけどね。もうでももっと俺が歌ってるとこをマップで撮ってくれとか言う人もいたりするので、
その無茶なことを言い出す人もいるんで大変なんですけど、今日はまだ歌ってないですね、その人は。あ、いたいた。あ、はい。一応個人的に実はこの人は NG とかこの人は OK っていう風に一応決めてたりするんですよね。NG の人と、絶対 NG の人と、まあ、NG 推奨の人とか、まあ、後ろ姿ぐらいだったらまだいいかなみたいな人とか、あと、で OK な人って感じで4段階ぐらい決まってますね。接骨院はいかが、接骨院、接骨院ですね。整体とか、結構カレーうどんでもたれますよね、お腹に。ちょっと結構青いやつもだいぶ少なくなってきたよ、見たら。あとオレン、緑色が1個だけ残ってますよね。風船が青い、あ、緑が1個だけ残ってますね。歌ってるとこを撮ってくれって言った人は前は、当然自分家の電話番号を串ばってたりとかしたんですけど、それはびっくりしたんですけど、それはないやろっていうことがあったんですけど、よく中継とかするとき、今から中継しますんで、できるだけ自分家の電話番号とか銀行口座の暗証番号とか言わないようにお願いしますって言うんですけど、前中央開発の、抗議の申し入れした時で、さあ始めようかなって思ってふっと見たらなんかいきなり取り押さえられてたってことがあったんですけど、警備員にですね、
中央開発の大阪市やですね。ほんならちゃんと俺をアップ取っとんのや、電話番号になったらかったかとは言うんで大慌ててミュートにしたことあるんですけど、一応半分ぐらいは消すことができたんです。えらい。ミュートしますか。銀行口座の番号やったら誰かもしかしたらお金振り込んでくれるかもしれないっていうのもあると思うんですけど、あ、どうも、口座暗証番号がやばいと思うんですね。暗証番号はやばいけど口座番号やったらもしかしたら誰か振り込んでくれるかもなと思うんですね。1人300円ぐらいでも、10年やったら3000円になるわけじゃないですか。1人30円でも10人やったら100人やったら3000円で、1000人やったら、いっぱい3万円になるわけじゃないですか。3万円やったらあれですよ、ラーメン何杯食べれるって話。どうも。どうも、どうも、喉痛い。やっぱりそうですね。郵便局の口座やったらあれですよ、手数料、郵便局同士やったら1ヶ月3回ぐらいやったら手数料いらない。畳ができたせいでこれが座るとこができたから楽ちんでよかった。はい、なんかあところで後でまたI will.
貸しカードです。はい、はい。なんか今外でやっとったね。はあ、どこで？はい、テレビで。隣の外でやっとった。あ、はあ、どうもあじゃあ見てたの？同じやったわ。あ、そうですか。いやいや大丈夫です。あ、そっか聞いた。いや関係の会社だから。だから日本テレビと関係があるんで、あのスタジオジブリって出資してるから、だから優先的にあの金曜ロードショーですか、あそこで放映させるんですよ。8チャンネルで実は放映されないじゃないですか。あのだから徳間書店とかあの日本テレビとかと近いんですよ。ということがあって資本関係ですね結局、まあ、資本のあの宮根が早死んだからおの、いや まだ生きてるじゃないですか。引退しますって引退宣言出そうって。いやまた出てくると思うね。あの飽きてきたら。あ、基本的にやっぱり資本関係ですよ。だんだん忘れてますな。はあ。細かいこと考えられへんね。え？細かいこと考えられへん。まああの勢いでやったんじゃないですか。だからあの宝塚とかは割と関西テレビでやるじゃないですか。あの関西テレビってあの富士三景グループじゃないんですよね。関西電力とかのなんですか、宝塚の資本も入ってるんで、だから宝塚のやつを優先的にやるんですよ。関西電力とか入ってる。関西電力もちょっと入ってるんじゃないですか。確か富士三景グループだろ。あのいやもちろんあの産経グループのお金もがいっぱい入ってるんですけど、それだけで足らんかったんで、あんまり産経富士産経って毎日新聞富士産経グループ若干入ってるんでしょうね。入ってる、毎日新聞はもうだいぶなんていうかあれやったんで、だからウハのな左足が毎日新聞、えヨハの、はあはあ、左足が毎日新聞、はあ、右が産経新聞、はあはあはあ、まあそうかなとは思いますけど、まあだからもうメディアに毎日も完全復刻したからな、はあはい、なんかメディア来ないやつ、なんか変な人がいた。賛成だと言ってくれる人がいたんですね。一応、まあいいや。おちゃんお茶飲まれてます。まあ、なんかお茶が、なんかお兄さんがよく言っちゃったんです。あのなんか別に言わんでもええこと言うやつって言いますよね。言わんでええやつ言わない、言いたらしゃあないんでしょうね。毎日新聞で1回潰れかけたんですよね、確か、だいぶ前に。だから、実質的には日本で、いや、まあ、いわゆる新聞拡張団とかっていうのは、読売と朝日しか機能してないですよね、だから。で、朝日の団。朝日の拡張団の人に、あ、うちはもう読売しか取れへんねんって言うたら、あ、じゃあってバーターで読売と朝日の団が取引して、その家を朝日の団に、読売の団に売ったりするんですよね。だから
朝日と読売の新聞拡張団ちゃんとバーターでちょっと取引してるんですよ、ちゃんと。だから儲かりゃいいんで、思想とか全然関係ないですから。要は儲かりゃいいんでっていう、いやらしい話を。そうですね。だからという意味も込めて一番岡を立ち上がろうと、そういうことなんです。無理やりまとめた、無理やりまとめだったんです。まあ、でも新聞拡張があったんかですね。新聞拡張団は新聞の拡張さえ取れればいいんで、ね、だから中新聞の中身とかそんな関係ないですよ。プロ野球の新聞、行きませんかとか、鍋かも新聞、洗剤いりませんかとかですね。一応新聞の勧誘は割と地域によっても、ここはやめときますという地域もあったりするんで、そこういうところはあんまり勧誘合戦はあんまりないんですよね。一応協定とか結んでるところとかあるんですよ。ここは適正化されてしてますという。新聞配達の人だと、前も言ったこともあるんですけど、犬とか猫とか、猫とかがおらんようになった時、僕前新聞配達してたんですけど、割とだからいろんな家回るんで、猫とかがいなくなったら新聞配達の人に聞いたらいいんですよ。食べ物ですかね。人参ですかね。でも人参やったらみんなバーって来て取ってもらったら、ちょっと抜いてみたいな。いやでもちゃうかったら、でも植えたばっかしやし、大丈夫じゃないかと思います。人参やったらみんな取ってもらうんじゃないかと思うんですよね。取って食っちゃうんじゃないかと思うんですけど。人参ではないと思います。生垣ですよ。ですね。前僕だからあれです。配達するとき猫を発見して、飼い主の人を渡したことありますよ。
大体家その人の家から100メートルぐらい離れてたところの、米屋さんがあるんですけど、米屋さんの軒先っていうか、あのそうですね、この米を置いてるその軒先の端っこのところに隠れてうずくまってましたね、僕が見た時は。だからまんじゅうもらったあのそこのお家の人に、どうもありがとう、いやいやどうもどうも、はははは、千鳥まんじゅうってやつで美味しい、美味しいっすよ。千鳥まんじゅうっていうのがあるんです、尼崎市ので作ってるまんじゅうで、あ市営じゃないですって、あのただ私の企業なんですけど、あれなんです、僕前あの運転免許を落としたことがあって、その時も千鳥まんじゅう、拾ってくれた方に千鳥まんじゅう持ってきたんですね。千鳥まんじゅう、はい。あとぎっくり腰で会社休んだ時も千鳥まんじゅう持ってったんですね。仕事中に突然ぎっくり腰になって、身動き全くできなくなったことがあったですね。いや座ることも立つこと座ることもできなくなって、直立不動状態でもう身動きできないんですよ。びっくりしたんですね、あれは。だからつま先はなんとか動くから、つま先だけでちょびちょび動いてなんとか家帰ったんですけど、尼崎工場があるんですよ、あれが本社なんじゃないですか。そうなんです。千鳥まんじゅうはそうなんですかね。福岡かな。まあようわからん。美味しい。美味しければいい。ひよこまんじゅうやったと思うんですけど。ひよこまんじゅうがどっちだったっけ。まああれです。美味しい。ひよこまんじゅうより割と上品な味わいですね。あ、そうかな。ほんならそうかもしれない。だからのれん分けしてるとか。あるんですよ、まんじゅう屋さんって結構のれん分けして増殖していくんですよ。増殖っていう言い方失礼いちいち失礼、増殖ってそうなんかな。増殖していくけあのまんじゅう、木村屋とかパン屋さんもそうですよね。小林木村屋とか、日本で初めて、なんすかアンパンを作った会社なんですけど、だからそれものれん分けしてどん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 増殖していったら、千葉吉兆とかもそうですね、タイムマシンでだん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 のれん分けしていくんですよね。っていうことがあってですね、まあ、美味しければいいんですよ、うまければいい、うまければいいって、その短絡的な発想はというか、まあ、まあそれはうまいですよ、越したことない。千鳥まんじゅうって福岡にもあるというか、福岡が本家なんですかね。そうか、名前だけ同じとか、実は資本関係がないとか、千鳥まんじゅうひよこまんじゅうってあるじゃないですか。あれは東京と福岡がどっちがあれなんかって、あれのれん分けしてるらしいですね。まあ負けりゃいいということで、千鳥まんじゅうっていう、まんじゅうの名前なだけなんだ。そうかもしれないですね。だから同じ名前がありますよね。だからそれからその別の会社として子会社化して別の会社として作ってるかもしれないし、ほんなら福岡があれなんですか、やっぱりそうなのかな。そうかもしれないです、やっぱりそうですね、そうですねって沖縄邦和工業っていう、突然ですけど沖縄邦和工業っていう基地の騒音の防音の会社、サッシがあるじゃないですか、の会社があるんですけど、米軍基地とかの騒音対策のサッシの会社は実は自衛隊のライフの会社でもあるっていうですね。だから沖縄県にあるのは沖縄邦和工業というのがあって、
まさにマッチポンプ、そんな感じです、そうなんかな、まあいいや、いいやじゃないや、あ、こんにちは、どうも、こんにちは、どうも、チラシがもう全然発射したと思われます、暗くなってきたんです、あのだいぶ涼しくなってきたし、携帯電話ほんのりしてるんです、ぬくいです、まだちょっと発熱してますよね、そう、沖縄 の、 あのひよこまんじゅうグループ会社ですね、はい、福岡の方が本家なんです、確か、一応だからもう近代的なグループ企業ですね、千鳥まんじゅうは佐賀が発祥で、その後福岡に行ってる、あああ、あのいろんな千鳥まんじゅう情報が続々入ってきてる、そんな感じです、千鳥まんじゅう情報がどん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 入ってくる、今日はまだまだ沖縄の命を変えてません、変えてません、しかし大阪からもたくさんの方が沖縄に移住して、辺野古の建設を止めるために若い人たちが辺野古に移住して建設を止めようということで、まあ、まだ行かれてます、そういった人たちの支援を応援するために千鳥まんじゅう情報を署名をよろしくお願いします、千鳥キャストですよ、大阪に、大阪市に千鳥橋っていうあの駅があるんですけど、あの阪神電車に、まあ、それはまた全く関係ない話になって、この花区というところに、千鳥橋っていう駅があるんですけど、全く関係ないです、大丈夫です。で、あの、この花区です、はい、西淀川区の、淀川の反対側のところですね、
風船、どうも。風船が全部はけた。風船が全てはけました。なんか阪神電車の、阪神南波線、あ、違う、阪神南波線か、阪神南波線の駅で千鳥橋って駅なんですね。西淀川区、まず尼崎市から西淀川区通って、それから此花区を通って、あとなんかいろんなとこ行って南波行くんですよ。株式会社千鳥橋周家が、あ、やっぱり、え、そう、え、どっちが上っていうか、あの、親どっちが本家、周家って、なん、総本舗って周家ってどっちがあれなんかな、総本舗と周家ってどっちが本家なんですかっていう、なんかややこしいっすね。千鳥橋の周期が尼崎で、総本部が福岡県なし、ちょっとわからないです。いや、本家が福岡なんですか。本家は福岡、周期っていうことはやっぱりあれですよね、なんですか、のれん分けした方っていうことでしょう。ああ、そう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 、そうか、そうか、周家なんですね。周家があれなんです。まあ千鳥橋、あ、テロップつけるの忘れてた。千鳥まんじゅう専用キャストになってしまった。今配信開始77分後にやっとテロップをつけてないことに今気が付いたので、今時代は千鳥まんじゅうですよね。周家っていうのはだから、のれん分けした方、した方ですよね。だからあれよ、あれよじゃない、え、千鳥まんじゅう総本家、え、千鳥まんじゅう、本家は東京、え、総本家、なんかややこしいっすね。どんな会社なの。悪の悪、あ、まあ、もうそういうこと言ったらさ、悪の秘密結社とか言ったらさ、株式会社千鳥屋本家、この福岡県の飯塚市のとこが本家、本当の本家なんですね、発祥の。まあ、今千鳥まんじゅう情報は続々と入っているこのツイキャスなんですけど、エルベケーキうまいっすね。腹減った。いや、まだ大丈夫。ちょっとでも今日はさっき食べたさつまいもとカレーうどんとのコラボレーションがちょっとお腹に来てるんで、ちょっと結構お腹はちょっとなんかあれですよね、ちょっと張ってます、ちょっとお腹がちょっと張ってます、今日はなんかこの経営しかじ、今月の経営しかじを、500円なんですけど、今僕500円持ってないっていう、ね、貧乏すぎて、あ、これ読んだらよかったですね、すいませんでした。経営しかじ、抵抗は広がる波のように、第92号、あ、なんかハマってる。
なんかハマってましたね、はい。あーよいよい、千鳥まんじゅう、今千鳥まんじゅう、千鳥まんじゅう、抵抗は広がる波のように、特集にあたって色んなのがあります。読んでもらわなかったです。読んでもらおう。日の子ちょら上にちゃんのよ、夜の遊びさ、ねじりすんでよ。コメントでやりますよね。今度は読者のスタイルで来週やると思います。未来かな英雄の神もまた来るさ。無一族みたいな感じ。無一族って何ですかって話ですけど、まあ千鳥まんじゅう情報は、やっぱ千鳥まんじゅうって奥が深いですね。だからひよこまんじゅうも結構そんな感じですよね、確か。まあ千葉金ちゃんみたいなもんかな。全部単独の会社としてグループ企業ではない。なるほど。腹減った。いや腹減ったじゃない、千鳥石、千鳥橋、今日はちょっと、若干寝てしまったんですけど、起きたら結構ええ時間になってたんで、慌ててきたんですけど、まあまあええ感じだったんです、どうもありがとうございます。というわけでとかなんとか言ってたら、千鳥まんじゅうの話しとしたら、あれですよね、大阪行動はどうやら貫徹したようです、ありがとうございます。というわけで本日の、辺野古に来て絶対作らせない大阪行動、ただいま明確貫徹したような感じがしてしまったよう今日今後です。はい、というわけでどうも、皆様どうも千鳥まんじゅうの情報をありがとうございました。千鳥まんじゅう情報、というわけで、今日は配信の方は以上で終了します。どうもありがとうございました。どうもありがとうございます。どうもどうも失礼します。